こんにちは、ココです。今回はナルト界のかなりの極悪人オロチマルについて解説していこうと思います。オロチマルといえばナルト少年時代のボスキャラですよね。しかし第四次忍界大戦では改心し忍び連合軍に協力しました。そもそもオロチマルはなぜ読み落ちしてしまい、何がきっかけで改心したのでしょうか。ツナデやジライアに比べると過去の掘り下げが少なくていまいちわからなかったですよね。ということで今回はオロチマルの闇落ちと改心の理由について考察していきたいと思います。オロチマルってどんなやつ？それではまずオロチマルの作中での行動を振り返ってみましょう。オロチマルが最初に登場したのは中忍試験の二次試験。この白寿司のために草隠れの里の受験者を殺害し、照射眼の術により顔を奪ってすり替わっていました。その後は前もって暗殺していた4代目風影のふりをして試験会場に潜入し、中忍試験中にこの白寿司を決行。江戸転生によって初代火影、二代目火影を口寄せしヒルゼンを苦しめますが、式風神により両腕を封じられ、この白寿司は失敗に終わっています。その後綱手を頼るも腕を直させることができず、やむを得ず不死転生の術で玄遊丸に転生。その後この葉隠れから連れ出したサスケに転生できるようになるまでサスケを鍛えていました。オロチマルがサスケに執着するには理由があります。オロチマルはかつて暁に所属しており、シャリンガンを持つイタチを自分の器にしようとしていました。しかしオロチマルはイタチに手も足も出ず撃退されています。この時からオロチマルは忍界最強クラスの道術シャリンガンと、そのシャリンガンを完全に扱えるウチハ一族の肉体に強烈な憧れを抱くようになりました。そこでウチハ一族の生き残りであるサスケに目をつけたというわけです。しかしオロチマルはサスケを強く育ちすぎ、結局サスケにも撃退されてしまいます。オロチマルの魂はサスケの中に封印され、肉体は完全に死亡しました。肉体の一部は後に薬師兜に吸収されています。その後サスケはイタチとの戦闘でチャクラを使い果たし、すかさずオロチマルが体を乗っ取ろうと樹印からぬるっと復活。ヤマタの術によってスサノオを飲み込めるくらいの巨大な蛇の姿になり襲いかかりますが、イタチの戸塚の剣により明らく封印されてしまいました。なんで一回ボロ負けしてるのにまたチャレンジしちゃったんでしょう。これで完全消滅かと思われましたが、第四次忍界大戦中アンコの樹印とサスケの海蛇封印により復活。アンコの中から外の世界を見ていたらしく、状況は大体把握していました。この戦争を利用して一悶着を起こすのではと思われましたが、他人の始めた戦争に興味はないとあっさりサスケに協力。歴代火影の魂を死神の花から解放し江戸転生の術で復活させ、第四次忍界大戦の終結に貢献しました。対戦終結後はおとなしく里の外にある研究所で暮らしています。ナルトが結婚するときにはいろいろあったけど結婚おめでとうとめっちゃストレートな祝辞まで送っていました。三代目火影を殺したことをいろいろで片付けるな。その後も焼肉屋で働いてみたり、息子の美月の三者面談にやってきたり、どんどん丸くなっていきます。ネットではこのオロチマルの変化を見て保護者丸というスラングまで生まれました。極悪人のオロチマルが保護者丸にまでなったのは一体なぜでしょうか。オロチマルが闇落ちした理由。そもそもオロチマルは最初から極悪人だったわけではありません。少年時代は綱で、ジライアと共に三代目火影、サルトビヒルゼンに弟子入りし、修行に励んでいました。この頃から天才と言われており、後に伝説の三人の一角となります。任務のためならどんな手段も使うし、犠牲も払うという冷酷な性格をしていましたが、部下からはカリスマだと慕われていました。しかしある日、オロチマルに転機が訪れます。オロチマルの両親が突然殺されてしまったんです。ジライアによれば、コロハによって両親を殺され、その時からおかしくなった、とのこと。おそらくオロチマルの両親も忍びで、里を守るために無茶な任務に向かい死亡したのではないでしょうか。その後オロチマルが両親の墓参りに訪れた時、白蛇の抜け殻を見つけ、ヒルゼンが幸運と再生の象徴だと教えられました。そこからオロチマルは蛇に固執し、両親の復活や不死身の体について考えるようになったんじゃないでしょうか。この後オロチマルは近日の研究に没頭するようになり、これが発覚して里を追放されています。オロチマルがこの白寿司を起こした時はヒルゼンに行動機を説明していました。回っていない風車なんて見るに値せず、とにかく今はこの白寿司という風で私が風車を回したい。私はてっきり両親の敵であるコノハを恨み、この白寿司を起こしたものだと思っていました。しかしこの発言から自分で事件を起こして時代を動かしたいというような意思が感じられます。この時のオロチマルには
自分が中心になって忍界を動かしたいという野望があったみたいですね。そして江戸転生によって湊が復活した際、私を差し置いてまで火影に選ばれたと言っていることから、かつてはオロチマルも火影を目指していたことがわかります。自分を選ばなかったくせに、四代目火影の湊はすぐに死去、三代目火影が戻ってきて里は変わらないままという閉塞した状況に嫌悪感を抱いていたのかもしれません。モブ人を殺しまくり、かつての恩師すら手にかけたオロチマルですが、根っからの悪人ではないようです。この白寿司の最中、ヒルゼンを締め上げた時にオロチマルの目からは涙がこぼれ落ちていました。オロチマルはそれをあくびとごまかし、痛みでかき消そうとしていましたが、真意は明らかですよね。師として自分を鍛え、辛い時に支えてくれた思い出と、自分を認めなかったという思いがせめぎ合っていたのでしょう。この白寿司の動機には、ヒルゼンに自分を認めさせたかったからというのも大いにありそうです。オロチマルはどうして改心したの？イタチの戸塚の剣に封じられるまで全く改心した様子のないオロチマルですが、なぜ第四次忍界大戦ではあっさりサスケに協力したのでしょうか。オロチマルはイタチに封じられた後も呪因を通して外の世界を見ていました。オロチマルはその中で自分の生き方を真似た兜の末路を知ります。オロチマル以上に様々な術や能力を蓄積していた兜でさえ失敗したことで、自分を真似なかったサスケの生き方に興味を持ったと言っていました。その後綱手になぜ助けたと問われた時に、オロチマルは今はいろいろと興味の幅が広がってね、昔は自らが風となり風車を回したいと思っていたわ、でも今はいつ吹くかもわからない他の風を待つ楽しさも知れたと言っています。この自分で風車を回すというのは以前に引き起こしたこの白寿司のことですね。そしていつ吹くかもわからない他の風、これはサスケを含めた次世代の忍びのことではないでしょうか。自分のやり方を模倣して突き詰めていた兜が失敗したことで、オロチマルも自分の取ってきた方法は間違っていたのではないかと考え始めます。そこで自分で考え答えを出し、己の意志と目でなすべきことを見据えたいと言っていたサスケに希望を見出し、これまでの自分の人道を変え、次世代の忍びに手を貸すことにしたのでしょう。まとめ、以上、オロチマルの闇落ちした理由と改心した理由の考察でした。両親を失ったことで狂い、序盤では多くのモブを殺し極悪人として描かれていたオロチマル。しかし終盤では、自分のやり方を突き詰めても、兜のように失敗するだけだと悟り、改心したということが分かりました。序盤のボスが終盤で仲間になるという熱い展開ですね。ちなみにボルトでは、自分の意志を持った人造人間作りにハマっており、生まれつき千人モードが使えるチーター、ミツキを生み出しました。さすがに人体実験とか始められると困るので、ヤマト隊長が一生監視することになっています。ヤマト隊長、ずっとオロチマルに人生狂わされ続けてて、かわいそすぎません？皆さんは改心してオロチマル許せますか？コメントお待ちしてます。